彦さんは、広島県福山市にある標高四百三十点一メートルの山である。山頂には、ビンゴ地区機関局である福山デジタルテレビジョン中継局などの放送設備がある。広島県内に十七ある一等三角点の山の一つである。福山市街の西部に位置し、葛城山役、負け峰と並んで湘南アルプスと呼ばれている。福山市中心部で。 テレビ放送が開始されたのは1964年7月1日であるがテレビ送信書は NHK 広島放送局、中国放送、広島テレビ放送のいずれも座尾山中腹に設置した。しかし、岡山、近郊山局や尾道、高県山局と同じ放送チャンネルを使用しているため、渾身障害が発生し、良好に受信できるのはわずかな地域に限られた。 そのため、アナログ放送の福山西中継局が1978年1月19日に設置されて、以降、当中継局にアンテナを向ける世帯が増加した。地上アナログテレビ放送のビンゴ地区機関局は、高献山に設置されたが、地上デジタルテレビ放送においては、福山市内の東山に設けられることになり、既存の福山西中継局の近くに、 デジタル放送用の送信塔を一等建設した。実は、小道駅前芝生公園からも、彦さんとその放送設備が直視できる、小道の旧市街地や、高検山のある向こう島では、彦さんにアンテナを向けても、良好に受信できる場合が多い。小道駅前の海岸から見た彦さん、テレビと呼ぶには、面白すぎる、の TV、4年帳で、 サービス終了は IT メディア2016年6月30日2019年9月14日閲覧。ありがとうございます。